こんにちは、にじこです。つい先ほどまで、にじこオフ会実行委員のメンバーと、ズームミーティングをしてました。3回目のミーティングです。またサクサクと素晴らしい会議が進んでいきましたよ。毎回思いますね。すごいなーって。本当に仕事ができる人って素敵ですね。で、今日はね、いろいろいろんなことが決まったんですけども、その中で言えることはですね、まず、T シャツをね、オーガニックセクシー T シャツ、オガセク T シャツ、こちらを、オフ会に参加した方は注文できますということだったんですけども、それで買いますという方がもうなんかかなりの方かなりな人数、もうそんなにっていうぐらいな方が注文したいということをね、もう申し込みされてるみたいなんですけども、実はですね、T シャツのデザインがちょっとこの間私が紹介したのとちょっと変わりました。もっと可愛くなりました。さっき決めたんですけどね。で、もうね、メンバー一致で、これこっちの方がいいねってことになったんですよ。で、実は半袖と長袖と両方作ることにしました。で、あと、デザインは一緒でね。そう、そしてあとですね、そう、なんかね、オフ会には行けないけど T シャツ買いたいとか T シャツ欲しいですとかっていうお声もあったので、オフ会に来れない方でも T シャツ買えることになりました。で、その他にもね、じゃあっていうんで、もう実行委員のね、精鋭の皆さんたちが考えてくれまして、っていうかもう提案してくれたんですけども、二次子バッジを作ってっていうのはもう相当何年も前から言われてはいたんですけども、それがやっと実現しそうな感じです。とっても素敵なんですよ。これがすごくいいんですよ。なんか品があってね。そうで、その二次子バッジとか、あとキーホルダーとか、あともう一つ、これは内緒にしとこうかなそんなもったいぶるようなもんでもないんだけど、そういった小物も販売できることになりました。で、これはその、なんていうのかな、普通の通信販売みたいにね、楽天でお買い物をする、アマゾンでお買い物をするみたいな感じで、そのサイトに行っていただいて、そこで、これがいいな、サイズはこれがいいな、これがいいなって、サイズも数も何もかも選べるようになっています。そして、誰でも買えると言っても誰でもじゃなくて、合言葉を入れないとそのサイトに入れないようになってます。で、その販売サイトがまた実行委員の方が作ってくれるんですけども、ちょっとね、めっちゃご自身の お仕事もめちゃくちゃ忙しい方なので、その、今週末までにはというようなことだった気がしますけども、できるということなので、そしたらそのサイトを私がまたこちらで貼り付けますので、そこから行っていただくという形ですね。で、合言葉もそこでお知らせします。はい。なので、オフ会に参加できない方でも、もし本当に欲しいという方がいらっしゃいましたら、ご購入いただけますということですね。で、皆さんにお土産ステッカーっていうのをね、ご用意してるんですけど、これはもうオフ会に参加した方のみなんですけれども、こちらの方は私がやっぱりデザインすることになる、デザインっていうか下手くそな絵を描くことになりましてそんなステッカーですが、一応お土産シールということでお渡ししようと思ってます。それをまだこれから私は書かなきゃいけないんですけどもね。っていう感じですかね。いやー、もうね、すごいんですよね、本当にね。こういう方がいるから世の中もあるんだなと思いましたよ。本当に実行委員のメンバー素晴らしい、毎回思うけど、私にわからない、私に 100% わからないことを皆さんは 100% 分かってらっしゃるんでね
本当に時々ね話しててもん？ん？って頭の上にはてなになることが何度かあるんですけども、はい、まあそんな感じでどんどんお話を進めていっていかれて、なんかすごくねもう間違いないって感じです。その段取りにおいてはね、もうね本当に抜かりないですね。あとは私が暴走しなければいいという感じなんですけどちゃんとタイムキーパーもいるので大丈夫だと言われましたが、はい、っていう感じでございます。もう一回最終ミーティングまだあるんですけどね、とりあえず今日はそんなとこまで決まったということです。はい、トピックとしましてはその二次子グッズがオフ会参加しない方も買えますよということで、そして T シャツのデザインが変わって長袖半袖両方あります。そしてサイズも選べます。いろいろかなり幅広く選べます。そして小物も作ることにしましたということでございます。はい、じゃあまた今週末以降、来週かな、またそれが詳細決まったらお知らせしますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではまた。